その感動を分かち合うアサヒビールとマツダの提供でお送りします。恥ずかしがり屋で引っ込み思案、カメラを向けられてもどんな顔をすればいいのか分からなかった。沖縄から東京にやってきて10年、巡る季節は少女を時代のアイドルにした。ファンを夢中にさせるのは今や笑顔、あのガッキースマイルだ。ほら、あなたにとって、女優新垣結衣22歳。そばにいるの初めての挨拶、新垣はスタッフを照れくさそうに迎えた。よろしくお願いします。暑いですね、汗だくですね。すいません、まあ、体質なんですけどすいません、じゃあちょっと失礼して、はい、ありがとうございます。すいません。ここにいるよ。13歳でモデルデビュー、すぐにティーンファッション誌の看板モデルとなった。ガッキースマイルの呼び名がついたのはこの頃。その後は次々に話題作の主演、ヒロイン役に抜擢され、芸能界のいわばど真ん中を歩いてきた。指輪してるくせに強がんないでよ。弁当ガチャ打ちでこうぜ。爆発的ヒットとなった映画恋空、一途に恋人を思い続けるけなげな女子高校生役が等身大の新垣と重なり合い、その人気を不動のものとした。初めて言ってくれたね。現在 CM 契約を交わしている企業6社、求められるのはやはり等身大の今、笑顔だ。そして新垣は世間が思う理想の若い女性像を一身に背負う存在となっている。ありがとうございました。ありがとうございました。戸惑いもあるに違いない。上手にしまいましてすみませんでした。いやいや、とんでもないです。こちらの取材にも、すみません、なんか大したこと。いやいや、全然こちらこそ、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫なら大丈夫です。じゃあ、じゃあ、じゃあいただきます。そんな彼女が去年、女優として新たな一歩を踏み出した。同名ヒット曲をモチーフにした映画「花水木」。10年にわたって揺れる男女の心模様を描くラブストーリーだ。ニューヨークではキャリアウーマンに成長した主人公も演じる。年を重ねて悲しみや苦みまで閉じ込めた女性の内面を表現できなければ作品の成功はおぼつかない。お疲れ様でした。プレッシャーももちろんすごいありますね。求められてるものをちゃんと出せるのかとか、期待に応えられる自信は基本的にないので、よくない発言だけど、いやできますみたいなこと言えない人なんで。撮影が始まって1ヶ月半、早くも山場がやってきた。はい、お願いします。恋人に別れを告げられる場面、セリフはほとんどない。
スイッチお願いします。はい、オッケー。演技が終わってもまだ本気で泣き続けていた。年が明け、新垣の仕事はまた少し難しくなっていた。映画と並行して連続ドラマの撮影が始まった。演じるのは恋に揺れる女性と打って変わって救命ヘリの冷静沈着な研修医。何しろ役の掛け持ちは初めてだ。すごくできる役ですよね。大変なんですだから手術のシーンとかバリバリやってるんですよね。ちょっと大変です。また山場となる場面が来た。一人の若い医師の死に立ち会い、その両親に解剖結果を伝える長台詞。難解な医療用語が並ぶその中にどう感情を織り込むか。前半の、事務的というか、ちゃんと説明をするという感じと、お二人のもう言葉もない感じを見た後の、個人の気持ちを言う感じの切り替えはしっかり見たいなと思います。はい、回った。大角膜も高度に萎縮していて、これは呼吸不全の一因となっています。最後まで一緒でした。ありがとう。何？私、またね、大丈夫。田沢さんは最後まで一緒でした。よかったね。よかった。1個ずつね。ドラマが終わるとまた映画の現場にとんぼ返り。冷静な医者から今度は18歳の高校生。3日前まで別の人やってたな。俺の中学の時の友達の兄貴がさ、先月末広町に。分かってる。分かってない。上君は受験勉強とかしたことないから分かんないでしょ。やっと。はい、ありがとう。はい、じゃあ切り返します。コートブルーでドクターから急にまた高校生ですもんね。10歳ぐらいだから年齢の差が、はい、あるし、キャラも全然違うから、今もできてんだかちょっとわからないみたいな。あ、もう本当に嫌だと思って。スケジュールはどんどん埋まっていく。この日はスーツの CM 撮影で、ガッキースマイル。アクション。ほらほら、選んで。カット。カット。オーケー。現場で疲れたところは見せたくない。今のコードブルーなんか本当すごいですね。あの手術シーンとかね。血見たらこうちょっとなんかこう気分悪くなるとか、そういうのはないんですか？あ、もう慣れちゃいましたね。はい、あの一番危険な状態の時に行くお医者さんたちの話なので。そうね、考えさせられるわね。次のシーンで新垣のちょっとしたこだわりを垣間見た。はい、アイロンに対する今までお疲れ様でしたというセリフ、言いづらそうだった。うん、アイロン作ってる人がかわいそうだよね、一生懸命。これはね、この学生のシャツを、ね、自立するために必要な作業なんで。あ、なるほどね。アイロンかけるよみたいな。自分でやるよっていう。スカーフ。スカーフ。スカーフの時はアイシャツ欲しかった。
スタッフも新垣の素直な感想に納得した様子で折衷案が出た。アイロンかけもいらないし、洗って干すだけで、まあ、楽じゃないですか。楽しちゃおうみたいな。楽しちゃおう。よーい、アクション。楽しちゃおう。はい、カット。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。いろんな人がいるから、こっちがうまくいけばあっちがうまくいかないとか絶対怒ると思うんですけど、その嫌な思いをする人が一人でも少なければいいね。え、なんか欲張りなんですよ。だから全部がうまくいくことなんてないことは分かっているんだけども、でもやっぱりなるべく全部がもう 100% 良くとは言わないけど、いい状態でいられればいいみたいなところもあって、めんどくさくて自分で自分が沖縄で3人姉妹の末っ子として生まれた。通りに出ればおじいおばあが見守るのどかな環境、友達と一緒にいる時間が何より大切だった。そんな日々が一変したのは13歳の時、姉の勧めで応募したオーディションに合格、モデルとなった。だが上京する時は随分迷った。沖縄の暮らしが身の丈に合っている気がした。だから今でも新垣の中にはどこかゆったりとしたリズムが流れている。買っちゃおうかな。はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、こちらここでいいんじゃない。お待ちどうさま。あらあらあら、あ、落ちます。安いよ。ないですよ。安いよ。この日は気心の知れたスタッフと。30歳何してるの？30歳結婚するよ。手相占いからそれぐらいって言われたから結婚はする。子供も欲しい。ね、ズームできないの？なんかね、これ誕生日に泣き別れますよ。分かった。じゃあ誕生日にもらって以来よく持ち歩いているカメラ。趣味って言われたら写真で言わない写真で言うで。だって上手じゃないもん。趣味は関係ない、うん、そんな頻繁にやってないもん。これが新垣自身に選んでもらった写真。どれも広くて青い空が映っていた。新垣さんはちなみにどっちのタイプですか？できれば両方欲しいですよやっぱり。でもそういうわけにもいかなかった時は夢っていうか目標っていうか向かいたい場所を選ぶ4月ニューヨーク。アクション、アクション。映画の撮影が大詰めを迎え、いよいよ新垣が恋に揺れる大人の女性を演じる場面となった。4月、映画の撮影がニューヨークに移ってから新垣の表情が厳しさを増していた。歩き出したら一個とチェックして、そのまんまがちょっとちょっと一回やってみようか。はい。新垣にとって初めて尽くしの撮影だった。Ready? Action! 海外ロケも初めてなら英語のセリフも初めて、何より実年齢よりも上の自立したキャリアウーマンを演じなければならない。クリストファー。まずはオフィスでの場面。周りの役者は日本語を一切話せない。はい、ああ、
さん。I can not. I can not speak. はい、じゃあ一回リハーサル入るよ。ブロックリハーサル。アクション。What do you mean? No, I told you the deadline was yesterday. Okay then. Make sure you do it by 5 p.m. today. Thank you.なんか、What do you mean? もうちょっとなんか、What do you mean? みたいな、もうちょっと強く、それと 5pm って次に、いや、5pm っていう、そこはなんか念押しっていうか。こちらのカメラを見る余裕もない。緊張するから話してもらって。大丈夫です。新垣が初めてカメラを拒否した。口数もどんどん減っていく。じゃあ次の進行方向いきます、はい、年を重ね経験を積んだ女性の内面、わからないことだらけだろうけれど、それを演じるのが役者の仕事。アクション。夕暮れ時、この日一番難しいシーンの撮影が始まった。さあ、昔の恋人をまだ心に秘めたまま、別の男性からプロポーズされる場面。彼の目線にずっと会った時からちょっと何か予感があってもいいと、暗くならなくてもいいと思う。あそこまで微笑ましくなくて、なくてもいい。なんかちょっと大人っぽく思います。大人っぽく思いを巡らすより他ない。本番。明日もまた自立した女性を演じる。歩こう。どんどん歩く。はい。新垣はそのまま歩いて帰っていった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。映画の最終ロケ地はカナダの田舎町ルーネンバーグ。新垣はもうこちらのカメラに近づくこともなくなっていた。カット。そんな彼女を遠目に見ていた時だった。何かあった？何がですか？疲れてます？あ、全然。こちらのカメラをずっと遠ざけていたことが気になっていたらしかった。素顔を追ってるんですよね、きっと。素顔とか頭の中とか、うん、考え方とか、うん、その人自身を追ってるのであれば、サービスしなきゃってこれでは思いたくないです、うん。わかりました。なんとなく、そう、え、大丈夫ですか？でも全然。今は黙って見届けてほしい。そんな風に聞こえた。
8月、仕事の合間の休み時間、いつもの長い髪をアップにして現れた。暑い。夏の昼下がり、散歩の場所にと選んだのは人気のない寺だった。初詣してないんです。忙しくて行きたいなと思ってたんだけど。小さい頃に教わったお清め。お辞儀だけして帰ろうか。型通りではないけれど、大丈夫7ヶ月遅れの初詣、心の疲れが一つ取れた。美味しそうだけど。本当だ。近所の喫茶店で久しぶりにゆっくり話すことになった。聞こうと思ってたんですけどね。新垣結衣の今とこれからと。お芝居のレッスンとかも全然してないのに、デビューのドラマでヒロインですよ、みたいな。まだ先のことを考えない自分というか、そのうぬぼれている自分がいて、でそこにいる人たちにも恵まれて、単純に楽しくやってて、今いろんなことをやってきて、これはもう私誰にも負けないぜみたいなのがないわけですよ。それってまずいじゃないですか。やっぱそれまずいと思う。まずいと思う。続かないと思う。そんな自分に必要なこと、ちゃんとしてたいとは思ってます。日々何事にも、こうして誰かがこう背中を押すから無理やり歩いてるとかじゃなくて、ちゃんと自分の足で歩くようにしなきゃなと思って、今はそこにちゃんと責任を持とうとしてます。今年から新しい仕事を始めた。自分で希望したファッションの仕事。ガッキースマイルだけじゃない、自分でも知らない自分を探してみたかった。長い間女優さんしたいなと思うんですか。女優さんに定めちゃいますよ。そうでした。自分の道は自分で歩くしかない。次回の情熱大陸は世界のトップダンサー TAKAHIRO。 新しい形のエンターテインメントを届けていきたい。目指すは誰もやったことのないパフォーマンス。その感動を分かち合うアサヒビールと松田の提供でお送りしました。